今日ご紹介するのはこちら、エリップスのヘアビタミンです。まずこれが何かというとですね、洗い流さないヘアトリートメントです。これがですね、一つのボトルで、50粒入っていて、6粒入ったシートタイプのものもあります。シートタイプがだいたい100円ぐらい、これがまあ500円ぐらいで考えてもらえるといいと思います。だんだんこれね、年々値上がりしてって、僕がバリ来た時も4年ぐらい前なんですけど、4年ぐらい前はシートタイプでまあ80円60円ぐらいだったかなと思って、もう 1.5 倍ぐらいになってるのかな。でもまあまあ、でも100円以内だったらね、これ500円なんですけど、シートタイプで100円以内だったら安いのかなとは思います。これはね、もう本当に何て言うかね、バリ島お土産界のもう女王みたいな感じですよ。とりあえずこれ渡しとけば間違いないみたいなやつはあります。やっぱり女性に人気があって、リピーターさんなんかではね、本当にこのボトル10個15個普通に買っていくよっていう方もいらっしゃるぐらい人気のお土産となってます。一応ね、エリプスっていろんな種類があって、種類というか、まあ色がね、違う色があって、黄色いのだったり黒いのだったり、あとプロケラチンが入ってたりねするんですけど、一番人気はやっぱこのピンクですね。ピンクのボトルを買えばもう間違いない。あとはもうバラ巻き用にね、あのシートタイプのやつ をいっぱい買っていく人もいます。エリプスの使い方はですね、まずシャンプー、その後にしっかりミニタオルドライをして、その後エリプス出して、髪の傷んでる部分などにですね、なじませるという感じです。せっかくだから開けてみましょうか。まあ外側に包装があって、なんか金色なのがいいよね。こんな感じになってんだ。あ、もうエリプスの匂いがする。女子の匂いがすごいしますね。まあこんな感じかな。パッと出してみてこんな感じ。なんか昔こんな感じの何、お風呂に入れて泡泡になるやつあったよね。うちのお姉ちゃん買ってたわ。では早速ちょっと1個やってみようか。よいしょ。なったとか柔らかくなったとかあるらしいけど、はいはいはい、よし、こんな感じで出して、これを手になじませて髪の傷んでる部分につける。もうこの間切ったばかりだから別に傷んでるとこないけどね。すごい、もう匂いが、あのね、ちょっと男性のお土産には、まあ髪のケアとかめっちゃ気使ってる男性にはいいかもしれないけど、野郎どもにはね、あんまおすすめはしないですけど、まあ、女性に渡すのであればすごいいい匂いだと思います。とりあえずもうものすごくいい匂いがします。ということで今回は、バリ島旅行のお土産、エリプスをご紹介しました。ぜひよかったら皆さんも買ってみてください。それではまた、バリ島旅行の方、堀でした。